皆さんこんばんは、ななみです。今日はユニクロで買ってきたものを紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。まず1点目はこちらです。エアリズムのパーカーを買いました。これはフードがついています。サーモンピンクみたいな色、これは UV カットになってるので、あの夏ちょっとねこうさらっと着れたらいいなっていうので買いました。色すごい迷ったんだけど、せっかく春夏だしあんまりこう重く見えないのがいいなと思ってこのカラーにしたんですけど、私似合うかなそれが心配。この上から着たらあれだけどさ、色が心配だったの。ネットで買ったからこの色でいいかな。あ、かわいいかわいい、大丈夫そうだ。うん、大丈夫そうよかった。続いてはこちらです。汗取りパッド付きキャミソール買いました。今ねお腹ポコポコリンで出ちゃってるので M サイズにしました。この季節汗取りパッド付いてるのはちょっとありがたいなって思って、こんな感じなんだけど、あ、すごいね、ビロビロビローンっていう感じでこんな感じの生地になってます。これを脇の部分にこうやって出しとけばいいってことですよね。まあこれを出せないノースリーブとかだとこれビロビロ出してるとやべえぞあの人ってなるけど、これあるといいなと思って買っておきました。やっぱエアリズムだからさ、生地がすごくなんか軽いのね、しかも伸びるし最高です。でこれは私は黒も買いました、まあ、一応これオールシーズン使えるみたいなんですけど、まあ脇このパッドついてるのは夏だべはい、続いてこちらのリブボーダーユーネックティーを買いました。こちら350円でした安すぎみたいな。ここら辺がカパッとちょっと広めに開いてるやつ欲しかったのでちょうどいいやと思ったけど、350円は安すぎ。これもう産後も着れるし買っといて正解だと思う。ボーダーはね年齢関係なしにねずーっと着れる、小さい頃から大人まで着れるから買っといて絶対正解。続いては、キャミソール、ポインテールレースブラキャミソールってやつで、ブラのカップがついているタイプのキャミソールなんですけど、ここがレースになっててちょっとストライプの柄が入ってるタイプを買いました。子供が生まれた後って結局こういうカップ付きのものが結構助かるのでこちら買いました。はい、続いてこちらマタニティショーツのハイライズを買いました。こちらは妊娠初期から後期まで着れるようなタイプで、布が白地の天然素材コットン 100% を使用してたり、なんかこうお腹を包み込むデザインで冷えからお腹を守ってくれたり、ゴムを使用していないのでお腹周りが食い込みにくい仕様になっているそうです。こんな感じなんかこれだけで見るとすごいおパンツだなと思うかなと思うんですけど、まあこういうのをねあるとすごく楽かなと思うので、こちらも2枚購入しておきました。産後は産後でね、前が開くやつ、マジックテープになってるやつ買わなきゃいけないんですけど、これは妊娠中のおパンツということでお腹に負担がかからないものを、下着もね購入しました。これもね感謝祭とは関係ないんですけども、普通のおパンツも買ってあります前も紹介したんですけども、本当に着心地よくてもう最高なので、これは普通に使えるかなと思って買いました。いや産後ね痩せたいと思ってるけど、まあ、そんなすぐには痩せれないからちょっと L サイズの方がいいかなっていう予備でL サイズにしております。こちらはまだちょっと開封しないでおこうかな。はい、続いてこちらですね、スリッパなんですけども、フレンチテリールームシューズってやつで、990円が790円になってたので購入しました。これなんで買ったかっていうと、お風呂上がりにオイルを塗るじゃないですか、そんでかかとの部分とかにオイルを塗ると下のね床にオイルがついちゃったりとかするので、100円ショップの、靴下みたいなのを買ってあるんですけど、まあそれもいいんだけど、夏用のスリッパみたいなの欲しいなと思ってて、これがすごい安かったから買ったって感じなんだけど、後ろのね、ここがね、滑り止めみたいな感じで、ゴムツプツプがついてるので、すってんころりんしなくていいなって思って買いました。はい、こんな感じでございます。スリッパとかそういうのより守られてる感じの、です。続いてこちら息子が着る用のエアリズムのタンクトップですねを買いました。
まあ小学生なので、あの中に1枚これをね着てから T シャツを着ていただいてっていう感じになるかなと思います。これも便利なので買いました。安いね、490円だって。めっちゃ安くない？あとは旦那のエアリズム、メッシュクールネックティー半袖、こちらはですね3つ買いました。そのブラックとなんか謎なカラー買いました。もうこれですごいね、もうめちゃめちゃ旦那が気に入っててすごいわけ。だからこれ多分男性って結構パンイチとかで布団に入るじゃないですか。で、私そういうのあまり好きなタイプじゃないので1枚着てほしいっていう感じだから、これだったらね毎日着たいって言ってた軽いから。女の人が着るとさ、どうしてもさ、こう透けたりさ、あの下着つけなきゃいけないから1枚でっていうのは無理だけど、これは男性はいいですよ。これはね790円になってたから買うーみたいな、ポチポチポチって入れた続いては、息子の T シャツ、モンスターズインクの T シャツですね。こちら買いました。こちらもじゃじゃーん、かわいいかわいいでしょ。で、あとは普通の T シャツ買いました。小学生になるとさ、もう私服だから大変本当に。でもなんかこうやって T シャツをねいっぱい買っといてすれば、まあなんか毎日同じ服着てるなこの子って思われなくて済むかなと思ってまあこういう風にユニクロとか GU とか H&M とかでもう安くもう買ってます。見て、嬉しい、かわいい。だけどストーリーは嫌だえ、ストーリーは嫌だ。ほらモンスターズインクだよ、見て。ここにあるのはめっちゃおかしくてかっこ悪い。かっこ悪い、嘘だって見てこれ、このなんか四角みたいな、これがめっちゃダサいの。あ、それダサい。こっちはこっちは、あ、こっちがいい、こっちの方がかわいい。あ、息子はこちらの方がお気に入りだそうです。2つお気に入り。あ、よかった、嬉しい、よかった、ね、え、よかった、こっちがお気に入りだそうまあ両方とも写ってるからね、こっちの方がいいか。はい、ってことで今回ね、ユニクロでお買い物したら、こういったノベルティエコバッグみたいなのがついてきました。イエーイ。中にもね、ちゃんとなんかこう、キュッとするやつもついてるし、なかなかいいエコバッグ。しかも私の好きな黒っていうね、持つところもこの長いところと、短いバージョンで持てるのがついてる。すごくない？これありがたいんだけど、あね、前回はね水筒、あの水筒って言うんだっけ、が確か当たって、なんかユニクロのノベルティってなんかちゃんと使えるのが入ってていいねって話したと思うんですけど、今回もちゃんと使えるやつが当たったのでよかったです。なんか A 賞かなんかがハワイ旅行かなんかだったんだけど、まあ当たるわけはないよねあ、でもこういうノベルティがついてくれるのはすごくありがたいなって思います。ありがとうユニクロさんはい、ということで今回はユニクロで買ってきたものを紹介しました。もうね、私はユニクロ感謝祭とかだとすごいね結構いつも買うんだけど、今妊娠中だからそんなに、まあ、自分のものはあれだったけど、もう旦那がとにかくエアリズムにはまりすぎてて、エビゾーさんのなんかの CM、 これ生地何でできてるんですかねみたいなこと言うやつ、あれいつもね俺もそう思うって言ってんのっていうぐらい、でも本当にねすごいハマってるやつだからね、ぜひエアリズム着たことない方はね試してほしいなって思うぐらい着心地いいのでチェックしてみてください。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。